はい、えー、ここ一年以上、我が国の国民はですね、皆さん、苦しい思いをしております。収入を切られ、仕事を切られ、生活保護にも何とも入れずに、爪に火を灯す勢いで、財布の中にはもう100円しか残っていない。そんな方がね、年末年始寒空の中、年を越しました。しかし、そんなことも構いなしに、上級国民の皆様は、日当90万円でボロ儲け、 もう犯罪集団ですよね。もう自民党。犯罪を犯している人でも、こうやって、ぬくぬくとしております。買収した者勝ち、悪いことをした者勝ちになっております。まあね、真面目に生きるってことはね、まさに昔から言いますけども、正直者がバカを見ると。それをよく知ってるのが自民党の皆さんでございます。正直に生きるつもりなど、さらっさらないというね。そのね、安倍総理にしてもそうですよね。もう、あれだけ国民を黙らかしといて、ヘッキの平座というね。で その煽りっていうのは、その幸せっていうのはあ、国民の方に全部来るわけですよね。で、ああいうふうなね、上級国民さんが、まあ、交通事故を起こして人を引き殺しても、無罪を主張できるみたいなこともありましたしね。こうやって、買収によってですね、 多くの人を巻き込んで、広島をめちゃくちゃにした人でも、ノ々とこうやって生きているというね。<laughs> で、90万円もらって、ぼロぼろ儲け。もうね、人の不幸を知ったこっちゃないみたいな感じで、一度きりの人生頼むしまくちゃ損ですよ、みたいな感じになってます。羨ましいですね。こういう人はね。でもあまり羨ましくないかな。うん、やっぱり人っていうのは、 恥を知らないといけないかなと思います。まあ、いわゆる政治家になるってことは、プライドを捨てるっていうことなのかもしれませんし、まあ、ビジネスでもね、プライドを持ってる人は、儲かんないよって言いますけど、まさにその通りだなと思いますね。いやー、これすごいですね。もう、まあ、あえて言うことないと思いますけども、このね、河合案里さん出てるじゃないですか。たまたま生まれつきこの人と顔がそっくりな人はもう可哀想ですよね。 一生日の目を見ないかもしれません。それもだから、二次被害ということで、この河合案里さんに被害請求してもいいんじゃないですかね。損害賠償とかをね。あとね、同姓同名の方もいらっしゃると思うんですよ。可愛いアンリっていう名前の人。いやーもうね、かわいそうですよね。 えー、例えば、小学生とか中学生で、たまたま名前がアンリちゃんっていう名前だったら、もうね、一生いじめられますからね。<laughs> そういう損害請求も、この人にすればいいんじゃないかなと思います。で、えー、菅首相は、出所進退自ら決めるって言ってますけども、いやいや、あのね、あの、菅総理が、罷免しないといけないでしょ、こんなのは。お前、ええかせよ、と。党にドローン塗りやがって、ってこと言わないといけないでしょ。でも、菅総理も自分に後ろぐらいところがあるんで、 え、変な反撃食らっちゃいけないから、まあ、自分的にはいいんじゃないですかみたいなね。じゃあ、安倍総理が、あの、説明責任を果たしたっていうのかで、まあ、私は答える立場はないとかね。じゃあ、誰が立場あるんだよって話ですよ。うん、ま、せこい、こすい。もうね、インチキ、自民党、もう <laughs>、自民党だけじゃなくて、公明党の最近ね、私ね、あんまりいい印象がないんですけども、一体どこがいいんでしょうかって感じですよね。えー、皆さん、どこがいいですかね。うん。 河合い夫婦は昨年6月に離党しましたが、離党ってね、離、日本列島してほしいですね。え、離、日本列島 <laughs>。安里氏を公認して選挙に立たせ国会に送り出した責任が党にはある。当たり前ですよ。もうね、あれですよね、ヤクザですらね、末端の組員がなんか不祥事を起こしたら、あれでしょ本部が家宅捜索があるわけでしょ親分が使用責任を問われるわけでしょ同じじゃないですか、これ。 反社会勢力なんだから自民党なんてのは。反社会勢力が、あの、このね、なんかどっかの、あの、品が、こう小、小物が問題を起こしたわけじゃないですか。それやっぱりね、辞職させる責任もあるし、辞職する責任もあるでしょ。自民党も解散した方がいいんじゃないですかね。つうか自民党を応援する人も、もう考えた方がいいですよ。自民党のね、地の字でも投票し、もう、自民党に投票経験がある人はね。 もう全員反省しないといけないですね。わ私も投票したことあるんで、反省します。もう見る目がなかったですよ。自民党はね、もうね、自由民主党じゃなくて、自民主党ですよね。そこにはね、自滅なのかね、ね、なんかある、ありますけどもね、あそこの自由民主党の、自の後に続く言葉っていうのがいろいろありますけどもね。どうなんですかね。うん。コロナ禍で職を失い、働き口も見つからず、食いや食わずの人もいるのに、指名手がつかない。いや、この人ね、 この人があれじゃないですか菅総理。生活保護でいいんじゃないですかこの人生活保護すぐ通してあげてください。えー、生活保護だけで、あとはね、あのー、あらゆる権利はもう剥奪ということで。で、あと、社会的風評の目にもさらされてほしいですね。えー、生活保護でもお金もらってんのに、文句言ってんじゃないっていうのは、この人一人のために使ってください。ね。えー、河合アンディの後半の構想は来月4月、あ、4日 ?2 月4日ですか 控訴しなければ有罪が確定し、当選無効で失職すると。当選無効は金返すよな。うん。で、あと、詐欺罪ですね、これはね。買収したんで。あとね、買収してお金受け取った人も同じように終身刑で牢屋に行ってください。あの、広島の議員さん、しょうない人が多いです。本当に。広島はね、もうね、終わりですね。終わりっていうか、もう、広島っていうね、<laughs> もう広島がなくてもいい。もうこうなったら、島根に合併して、もう本当に広島なくても OK です。もう今回の件でね。 広島の抗眼部地の、私利私欲亡者、ほど、得をするのだ。でたらめにもほどがあるって書いてますよね。うーん。公選法が国会議員の寄付行為を禁止しているため、に原則して自主返納もできない。もう自主返納もできないんで、寄付をしてください。ね、もらったお金は全部ね、あの、広島に寄付ということで、私個人に寄付してもいいですけどね。いや、にしてもね、 あの、こういう風な変な人にそそのかされて買収に乗っかっちゃうね、100名ぐらいの見識を備えたね、えー、まあ、県議の方とか市議の方とか、もうね、なんと言いますかね。こんなもんなんですかね。人間つうのは、人間つうのはっていうかね、人間じゃないですね。その、いわゆるね、なんとか議員って名前がつく人はみんなこうなんですかね。もうみんなこうだなと。本当に、 涼しい顔してね、悪事を平気で働いて、で、バレたら、いや、本当にするべきではなかったって言いますけどね。うん、心から反省しますとか言ってね、もう反省しなくていいんで、でも反省してんだったら、やめてください。二度とね、その、権力の座につかないでほしいと思いますよね。もう本当に、あれですよ。全員生活保護で暮らしてみたらいいんですよ。今回みたいな事件、関わった人は。ノ々となんか、あれでしょうん、相変わらず政治が続けたりとか、 なんか一生懸命働いて国民の信頼を得ようと思ってるわけでしょもうそういうのは甘いですよね。当たり前なんですよ、働くのは。真面目にやるのはね。うんだからね、悪さから公正したから立派だとかいう風潮も良くないですよね。最初から悪いことをしてないのが当たり前だし、立派に決まってるじゃないですか。ということでね、私もね、最近は愚痴が多くなってきました。不満が多くなってきました。<laughs> なんか、その、隠居してね、ストレスからは解放されたんですけども、 こういうふうな世の中のことを知ると、うん、やっぱり不愉快なことが多いですね。そしてそれに苦しめられている方の声が私のところにコメントを通じて届くんで、うん、やっぱりそちらの方に、そういった声に私は共感してしまうなと思って今日の放送終わりです。